初心者かな。え、どこ行った。これであいつ掘ったの終わっちゃった。あ、勝ってる勝ってる勝ってる。フィニッシャーですよ。うん、お、いや、チータかも。お、いや、チータだ。お、最後のやつ倒すのめっちゃ早かった今。あ、嘘。え、持ってる武器チャージライフって何持ってる。これスピーファーか。うん、スピーファー。いや、瞬付けって。だってゴールらしい。いや、負けたけど。え、一人で降りたんだけど。え、そう。あ、もちろん誰かのサブワーか。あれ、ぽいな。うん、ぽいね。行こうぜ。あんた本当の初心者やろうか。かもね。本当に間違えて降りちゃったのか。サイル遅いしね、普通に。うん、今終わったかな、ね、左側バンガロール、okay. 家の中これ入れた。バンガロールノック、okay. 屋上、屋上。あ、俺の目の前にやった。え、どこ行った。あいつどこ行ってんねん。あいつどこ行ってんねん。あいつ待て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 。行くぞ。これであいつ勝ったのワンチャン。あ、勝ってる勝ってる勝ってる。ワンチャンチート。フィニッシャーにするやん。うん、お、いや、チータかも。お、いや、チーターだ。お、これはチーターだわ、多分。どうやってか音3個につなんか、おっかさんがやってた。やったね。いや、今のはチーターやと思う。うん、今、最後のやつ倒すのめっちゃ早かった、今。あ、嘘。レベルが低いのもなっとけよ。うん、焦るの遅いしね。でも強かったからファイト。いや、ちょっとついていこう。ちょっとついていく。だって回復してないやんばい。しかもあんなとこでフィニッシャー入れるってとこでなんかねえ、フィニッシャーしてたし。 1v3 でやこの状況。いや、でもグラップの使い方がジャンプ使ったよね。あ、これいちいち止まるんやろ。なんかあれかな、チートのなんかインベントリー止まってじゃないと見えないパターンとか。ああ、あれパッド ?PC パッド。なんかインベントリーコントローラー動けんらしいよ、開きながら。あ、そうなの。そうそう、俺もそういう最近知って。あ、いや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 、歩きながら落とした、歩きながら落とした、歩きながら落とした。違うわ。絶対なんかチーター画面かなんか開いてるでしょ。ああ、持ってる武器チャージライフって何持ってる。これスピーファーか。うん、スピーファー。いや、瞬付けって。だってゴールらしい。全然見えんけど。ああ、見えるね。ちょっと後方ちょっと見とこ。うん、すぐそこいるわ。いや、負けたけど。負けましたけど。
スのスナイパーが。やべ、逃げろ、逃げろ、これ。取り返した。あと一人。ナイス。引く、後ろ引く。さすがに無理。さあ、さっきの方はチーターだったんでしょうかね。なんかちょっとあれですよね、なんか判断できる材料が少ないといえば多い少ないので何とも言えないんですけど、まあチーターっぽいっちゃっぽかったんですよね。まあ個人的には、まあでもやっぱあの立場とかいうものがありますのであまり決めつけとかできないんですけど、やっぱあれですよね、やっぱ最近 Apex Legends ってゲームにやっぱチーターが多いがゆえに、そのちょっとそのキャラコンとかそういう立ち回りとかを見てて、こう不自然な動きとか不自然なエイム力とかがあったりすると、やっぱ疑っちゃう、ちょっと心が出てきちゃってるんですよね。やっぱ疑いたくはないんですけど、やっぱそういう環境になっちゃってるっていうのもありますよね。まあこれをちょっと動画にするかも本当に悩んだんですけど、まあ面白いかなと思って今回は動画にさせていただきました。まあもしね、チーターだろうとか、チーターじゃないだろこいつはとか、あいつはチーターじゃねえとか、俺の友達だとか、あいつは俺だとか、なんかそういうのがあってもありましたらね、もうぜひコメント欄にて教えていただけると嬉しいです。まあもしチーターじゃないっていう確証みたいなのが取れましたら、この動画は削除しようと思ってますので、別にこの動画は晒しとかではなく、ただ単にこうこれどうなんだろうなと思い、作成させていただきました。まあでも、一応ですね、調べようと思いまして ID で検索をしたところ、 ID はもう検索で出なかったんですよね。なのでアカウントがバンされたか、まあ、名前を変えたかだと思うんですけど、まあどうなんでしょうね、ちょっと自分だけでは判断できないので、まあよかったらコメント欄にて、よろしくお願いします。そしてね、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。またいつもみたいに面白い動画もどん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 更新していこうと思いますので、またその時もよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。